今回はですね、無限水拳の作り方をね、教えていきたいと思います。はい、まず、穴をね、3つ出ます。そして、ここの端と端で水バケツを1個つけます。はい。これで、無限水拳の完成です。ということで、今回はね、終わりで終わりだと思います。バイバイ。